フォーカスが信号を拾ってるみたいだ。スキャ、足元のは死体？この先危ないぞ。お前もな、流れ者。ここはノラの地だ。ああ、分かってる。踏み入れば苦しんで死ぬっていう話だろ。苦しんで死ぬとは面白いな。見ろ、こいつは苦しんでさえいない。誰だ？奴隷商人、盗っ人に殺し屋、真の殺し屋の名を汚すものだよ。山賊が待ち伏せているかもって、パールが。ああ、そりゃよくないな。こちらから行かねばならん。大抵奴らは野営地を探し出し、腐った肉のように居座る。ただし、誰かが何とかすれば。気に入った。廃墟の反対側の煙が出てる方へ行け。そこで会おう。あれが悪魔の渇き、イニシオの鉄の世界。ノラの村が。またか。狩りになるもの。機械がいる。ノラはラプターを倒したのか。でもその前にコラプターが他の機械に汚れを撒いた。丘を突進しながら下っている。
義勇兵、聞いてくれ。遺体と負傷者は片付けた。他に義勇兵か治療士は？私だけ。怪我を？何があった？知らないのか？ありゃ狂気の沙汰だ。俺は団長に報告を頼まれた。これじゃ俺は役立たずだ。それで奇襲を受けた時お前はここにいたのか？そうだ。まさかあの試練よりも悲惨なことが起こるなんて思わないだろう。団長は光栄を集めてて出遅れた。復讐に駆られて先走った奴らが罠にはまったんだ。何人もが一瞬で死んだ。ソナが来て結集させてなかったら全滅だったろうな。団長は襲撃者を追ったとバールが言っていた。見つけたのか？奴らの後を追ったが、何度も何度も奴らのマガツキに攻撃されたんだよ。怪我をした俺を見て団長が、戻ってみんなにまだ諦めてはいないと伝えろと言ったんだ。バールがソナを探している。どこにいるかわかるか？知ってるのは別れたとこまで。悪魔の渇きの南東にある鉄の塔の近くだ。高台の裏にある大きな石を探せ。俺は戻ってバールたちにことと次第を報告する。大いなる母よ力を。いいか、気をつけろよ。もらっておこう。近くかフォーカスが信号を拾ってるみたいだ。スキャンをしてみよう。信号、誰が送ってる？
フォーカスが反応した信号は何？これなら早い。あれはいるな。